どうもクライムです。まずはチャンネル登録といいねボタンをお願いします。さて今回はというか以前にもですね注意喚起したんですが、まあ、YouTube 広告などで、投資に関する詐欺広告がね今流れまくってるということですね。まあ、前回の時は、増税メガネの映像なんかを出して、投資しましょうみたいなね、映像もあったんですが、今回はなんと、まあ、イーロン・マスクを持ち出してきた、詐欺映像が、広告として出回っているようです。もう明らかにですね安っぽい AI で作成した映像というのが丸分かりで、日本語の発音とか、ね、アクセントがもうめちゃくちゃでございます。もうそして、少ない資金からもう即日で、数万円稼げてもう出金できると、1ヶ月で数百万儲かりますといったようなですね、詐欺広告、まあ騙される人はいないと思いますが、今回それを見てみましょう。ではどうぞ。アメリカの起業家イーロン・マスク氏は12日新たに AI の開発会社 XAI を設立したことを発表しました。その一幕長者はこのプログラムを通じて全ての利用者が受動的な利益を得ることができると発表しています。このプログラムは公開されており、単に登録して少額のお金を自身の国債に投資する必要があります。イーロン・マスクは人工知能の速さとパワーによってあなたの投資から自動的に利益を得ることができると主張しています。 This is a real technological breakthrough. Imagine you get $20,000 every month. The program is built on artificial intelligence and does all the hard work for you. According to our calculations, already more than 10,000 users all over the world get profit.もはや厳しい労働は必要ありません。あなたは救急し投資からお金を得ることができます。これで貧困のことを忘れることができます。すべてのアプリの利用者は非常に良いお金を稼ぐことができます。首相を含む政府全体がこのアイデアを支持しました。このプログラムは国のすべての住民に対して完全に利用可能です。日本を世界にさらに開かれた国にしてまいります。ぜひ日本に対する投資をお願いしたいと思います。人生を楽しむことと収益を得ることを望むならこのプログラムが必要です。必要なのは登録です。ひってえなこんなのに騙されるやつがいるんでしょうか。そういえば先ほどこの Facebook でね、また別、これは Facebook の広告かな、またとんでもない、これか、こんな映像がありましたね。これ今度は楽天の社長の映像を持ち出してきて、楽天が新プロジェクトを立ち上げましたなんて、政府による支援で、こちら楽天コインに3万3000円を投資し毎月65万5000円を保証、あるわけねえだろそんなのか。これがね広告としてほらね、もうあちこちに出回ってるわけですよ。まあ皆さんね、騙されることはないとは思いますが、まあ一応気をつけておいてくださいということで、今回は、注意喚起の動画でした。